7章マジマゴロ、絶対面白いじゃんこんなの。そうか浜崎、ご苦労。あ、こいつラスボスって感じではないよな。どうやら神田の組が4代目に勝ち込みかけられたらしい。逆ですけどね。それで組の上層部は壊滅状態。たった一人で神田とやり合うとはさすがだな。誰だ。道島の竜の名は錆びついてねえようだ。兄さんか。どうやら桐生さんは例の沖縄の一件で動いてるようだ。あんたがこの計画に乗ってるという情報を掴んでいるかもしれん。誰だ。そうなら次に桐生が攻め込むのはあんたのところだ。沖縄のリゾート計画、あんたに紹介したのはこの俺だ。あ、これが黒幕か。リゾート建設に関わる利権、あんたの組に入る金は1000億はくだらない。組沖合かなって思ったけど、今俺らの中で6代目を弾いた可能性が高いのは間違いなくあんたなんだぜ、真島の兄さん。そんなわけはないんだよな。俺はカムロ町をこの手に収めたい。それがどういう意味かわかりますよね。兄さんは間違いなく桐生ちゃん側でしょ。桐生さんに暴られたら一番困るのはあんただ。いや、そんなことないよ。やり方は任せます。後始末しっかり頼みましたよ。ガチ恋距離やめろ。AV 男優みたいな男浜崎。あー、兄さんが何を考えてるかだよな。もう一件決めちゃう。次はどこ連れて。あ、ハリキヤ。もうハリキヤも待つ飲みましょうよ。ソファーで寝かしてやれよ。キリュウ、とんでもない情報が入ってた。本当いいように使ってるな、セレナ。今日の夕刊です。沖縄って書いてたな。なんだ。うちの政治部のスクープです。ああ、可決。ついに防衛大臣のタミヤが民事党と沖縄県議会をまとめたようなんです。なるほど。つまり基地拡大法案の成立は確実ってことか。基地とリゾートはもともとワンセット。基地が動き出したことでリゾートの開発も一緒に動き出したってわけだな。これでどうしてリゾート開発が再開されたのかが分かりましたね。なんで。ところで桐生、なんでこのリゾート開発裏でとんでもねえやつが絡んでるようなんだ。そうでしょうね。 OK、 リュウ太郎。政治部の記者宛に届いた情報です。匿名の情報筋からこんな写真が。あ、兄さんの写真か。これはどうやら鈴木が仕掛けているリゾート開発、裏で建設の利権を得ようとしていたのがあの真島組らしいんだ。いや、絶対何かあるよ。理由がある。間違いなく、間違いなく理由がある。しかしまさかあの真島が今回の一件絡んでいるとは意外だったな。真島が死亡者じゃねえにしてもこうした事実がある以上何かしら関与していることは間違いねえ。堂島大吾や柏木襲撃ももしかすると。いや、ない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 。いや、それは絶対にない。しかし桐生、やつだって極道だ。堂島大吾や柏木で意見が割れたら引かねえことだってないとは言い切れないぞ。やっぱそりゃそうだけどさ。そんなはずはない。2年前真島の兄さんは俺と約束してくれた。その約束を保護にするような極道じゃねえ。俺はそう信じてる。うん、俺もそう信じてる。お前が真島を信じたい気持ちはわかる。だがな桐生、もし真島が今回の黒幕だったらお前どうするつもりだ。殴ってでも止めますよ。その時は
その時はこの手できっちりと落とし前をつけるさ。たとえ相手があのマジマの兄さんだろうとしてもな。まあ会いに行くしかないよね。キリュウ、マジマに会いに行く。待て、キリュウ、マジマが味方かどうかはわからないんだぞ。だから行くんだよ。だからこそだ。行ってはっきりさせてくる。お前、伊達さん、マジマ組はまだサイの河原にあるのか。ああ、そうなんだ。まだあそこに組を構えてるはずだ。表向きは建設予定地のただの更地だかな。入り口も変わってねえ。公園の便所のままのはずだ。わかった。行ってくる。マジマ組に出勤しようと思ったら毎回便所通らなきゃいけないのちょっとやだよな。気をつけろ。油断すんじゃねえぞ、キリュウ。ああ。なるほどね。まあ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 、会いに行くしかないよね。これ何か表出た瞬間イベント起こったりとかする？あ、そういうわけでもないのか。あ、はいはいはい。マックか。あ、すげえ、珍しい。昼間だ。携帯。あ、やっぱりマック。キリュウさんへ、おもちゃ屋さんって知ってましたか？トイ売ってるショップのことね。公園前通りにある公園前通り。あー、はい。いつもの店の、いつも店の前でパパにおもちゃをおねだりする子供がいるよ。パパはいつも拒否ってるけどね。マニーないのかと思って親切で買ってあげようかって話したらパパにすっごい怒られたね。危うくぶっ殺されるかと思って怖っ。人の家の教育方針に口出しは NG ね。まあそれはそうだね。わけわからん、なんか片言の外人におもちゃ買ってあげましょうかって言われたらちょっと切れるよね。カムロ町と子供ってビースマッチにミーは、最高の一枚の予感がビンビンにあるよ。近くを通ったら見てみるといいね。ああ、まあ西公園行く時に公園通り通るだろうから行くか。でもなまだ回収できてないのが結構あるんだよな。ここの場所はカムロ町の南東。この辺りには美味しいお蕎麦屋さん、南東にお蕎麦屋さん、ちょっとこれ行ってみるか。ちょっとこれ行ってみるか。これもよくわかんないんだよな。ボーリング場と、ボーリング場と、ま、あの、お蕎麦屋さん、ちょっと行ってくるわ。間違いなくこれだね。ん？あれは。失礼だけどね。あれは、つって。いきなりカメラ向けんの。これは偉いことになりそうだな。不可能でしょ、こんなの。なんで原付きな、おい！終わったな。はい、すごい、着地した。着地したけど、お、助かった。これは悲惨でしょ。はい、いやいや、笑い事じゃないけどね、笑い事じゃないけどね。ここで笑うのがマジで、全ての間違いは手でそばを持っていたそばだ。あれさえなければ見事な威力を無にしたな。バイクが、全ての間違いは手で持っていたそばだ。あれさえなければ。あ、うん。まあ、どれだろうな。これかな。ひらめいた。ひらめいた？典型が。ちょっと何言ってるか分かんなかったな。これは成功なのか、果たして。いや、発想力が半端じゃなく豊かだな。なんで今のそばのシーンから今のが思いつくの？典型が来た！そばを片手にバイクで出前に向かうそば屋の主人。何かが起こりそうな予感はあった。だが、その後の展開は想像を超えた。ひらめいたのは相手の武器を使って自爆に追い込む一撃。武器を持った野郎返り討ちだ。発想が怖いよね、マジでね。万族の発想だもんね。自爆の極みを習得した。ああ、まあ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 、嬉しいけどね。では、ボーリング場だっけか？ボーリング場の方も行くか？おお、ちゃんと。ちゃんと。ちゃんと死んでる。人が死んでる。そば。いや、これ大事だろうな。これ、見向きもしないのやばいよね、この街ね。この状況。俺含めだけど。やばすぎない？通報すらされないんだよ。やばいよね。うわ、中来た、中来た、中来た。びっくりしたな、もう。どれだろうな、典型。典型なんて来てたっけ？ボーリング？ボーリング場はハプニングの金山なり、限りなく最高の一枚。拙者はあまり信じていませんが、最近取れてないような、行ってみるがよい。おーん、ハプニングの宝庫。ハプニングの宝庫ね。あ、なんかここちょっとハプニングってるっぽいけど。ああ、こいつか、こいつか。ん？あれは。なんだ？まだ何も起こってないでしょ。キリちゃん、考えやすい。
キリュウちゃんの勘が良すぎる。何今回なんだ、ボーリングの球使えるようになるのかな。極みで何か面白いことしろ。ここやぞ。はい。ああなるほどね。そうはならんのやけどな。そうはならんのよ。おおホラー映画のそれじゃん。え、あれだけでかい弾なら全部倒せるな。これでしょ、多分。ひらめいた。ひらめいた。典型が来た。何ができるようになるんだろう。おー、なるほど。人間ボーリングだ。なるほどね。やっぱり蛮族の発想だわ。やった、ストライクの作法。タイトルにちょっとセンスがあるのよ。典型が来た。ボーリングは俺も面白いと思う。ストライクを取る瞬間には他では得られない快感がある。だがこのストライクだけはいただけない。店に迷惑だ。あ、そうだよね、完全にホラー映画とかで見る光景だったもんね。見えない力に引きずり込まれていく感じ。しかし俺はここから新たな技をひらめいてしまった。俺はあの若者に感謝しなくてはならないようだ。ヒルちゃん意外とマナーにうるさいよね。超追い打ちの極み。人中儀、人柱人中儀だろうな。怖っ、名前も怖い。極みのこれだな、さっき言ってた子供がねだってるやつ。あーなるほどね、そんなことだろうと思った。うしうしうし、危ねえ危ねえ、今誰かに追いかけられてたな。そら怒られるでマック。いや気まずすぎるだろ。いや、あそこでは売ってないんだよ。何が欲しいの。おい、間に合ったかな。あそこはそのおもちゃはおもちゃでもだな。こいつ分かってやってるな。さては、ないんだよ。分かんないよ。分かんないよ。分かんないよな。え、この子は大人のおもちゃをねだってる可能性はあるよ。ああ何をひらめくんだこっから。いや怖っ、子供怖っ。ダメだ。いや教えてあげようよ、もう早めに。性教育も必要だよ。子供の冷静さをなくした動きは読めないな。父親は寝転んだ子供に完全に油断していたな。大人の専用の店であることを。まあまあまあ、これかな。ひらめいた。典型が来た。来た。これまたいいブログ更新ができそうだな。ああなるほどね、こっちが転がった状態から極みを発動できると。これ結構使えそうだな。それはおもちゃ違いだ。だからちょっとセンスがあるのよ、タイトルに。典型が来た。俺は子供の頃に何かをねだる相手がいなかった。だから正直無邪気におもちゃをねだる子の、ねだれる子供が少し羨ましい。ただこのおもちゃはダメだ。典型は踏んだり蹴ったりの親父さんではなく子供の暴れっぷりからひらめいてしまった。親父さん不謹慎ですまん。逆転の極みを習得した。なるほどね。ああでも早めの性教育は大事だと思いますよ。じゃあはい、ということで西公園に来たんだけど、なんか話しかけられる人いっぱいいるな。怖いか、殺されたくなければ金を出せ。なんだこれ。勘弁してくれ、僕が何をしたって言うんだ。俺の視界に入ったのが運の尽きだったな。金さえ出せば見逃してやるよ。危なすぎるでしょこいつ。あれはヒットマンの光太郎か。ヒットマンかこれ。止めに入らないとまずいことになるな。そりゃ西公園でどうとか言ってた気がするわ。おい、ちょっと待て。ああ、なんかよか。混ぜてほしいのかおっさん。うわあ。おい、てめえ。ちまい。邪魔したからには覚悟決まってんだろうな、おっさん。何の覚悟だ。俺は殺し屋だ。裏の世界では俺を知らない奴はいねえ。いや、知らないが。そりゃお前が仇の世界の人間だからだよ。お前コックかなんかだろ。コックっぽい格好してるもんな。何が見えてんだよお前には。この服がコックに見えるのか。まあいい、俺は殺し屋だってのは分かっただろう。ビビったが、殺し屋って多分殺し屋だとか言わないと思うんだけどね。素性バレるのまずいでしょ。いや全く分からん。ビビったら金出せ。そうすれば見逃してやるから。俺の言うことは聞こえてないみたいだな。お前復讐者の光太郎だろ。何をしているんだ。なんでワイの名前知っとるんね。なんで急になまるんね。ワイ自己紹介したっけか。いやされてはないが。そったらなんでそげんこと知っとるんね。口調が変わってるぞ、大丈夫か。え、
俺は殺し屋だ、金出しな。いい加減にしろ、俺と一緒に来てもらう。うわぁ、おい、待て。ああ、何、チェイス？え、そんなつもりでここに来てないんすけどね。え、めんどくせえな。チェイスな、めんどくさいんだよな。こうなるから、こうなるから。邪魔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 。はい、タッチダウン。ヒットマンのくせに逃げるんじゃねえよ。戦え。なんで追いかけてくるんだ。おとなしくしろ。黙ってついてくればことは済む。おい、警察なんかか。県政会だ。県政会って、あの出戦、就職斡旋所か。ああ、そんなところだ。なんで今更そんな奴らが。俺たちは復讐者を名乗るヒットマンを追っている。お前もその一員だろ。そこまでバレたらついていくわけにはいかないよな。お前からすればそうかもしれないな。くそ、仕方ない。くたばれ、おっさん。はい、終わり。めんどくさいんだからもう。ぐえ。単なる小物かと思ったらなかなかいい動きをするじゃないか。スタンガン使ってきたけどね。当たり前だ。俺の師匠は一線っていう、その筋じゃ神とまで言われる殺し屋だったんだ。だったらなんで嘘をついてまで人を脅して小金を稼ぐような真似をしているんだ。人殺しが怖いんだよ。怖い？そらそうだわな。至って普通の感性だよ、それは。師匠から独り立ちして河村町に来て首に入るまではよかったんだけど、いざ仕事をしようと思ったら怖くて殺しなんてできなかった。首からすぐに追い出されて居場所がなくなっちまったんだよ。それであんなせこいことを繰り返していたのか。はぁ、やんなっちまうな。おとなしく県政会の世話になるとするよ。仕事も紹介してくれそうだし。お、まっとうに働け。ここで待ってろ。県政会の人呼ぶんで。よろしく。ご苦労様です。あとは私にお任せください。本部で伊吹さんがお待ちです。お送りします。いや、俺ここに用事があるから送らないでほしいんだけど。こいつ100回見てもムカつくんだろうな。お疲れ様でした。ご無事で何よりです。立て。孝太郎は社会復帰を希望しているので、ひとまずここで手伝いとして働かせてみることにしました。まずはいろいろと礼儀作法を学んでもらわないといけませんけどね。桐生さん、この度ありがとうございました。極道にいたら礼儀作法なんて学びそうなもんだけどな。これが謝礼金になります。お受け取りください。7万円か、はした金だな。また来てください。お待ちしております。じゃあもう一個次の依頼受けとくか。依頼一覧、ボロ布のハスヤ、ハスタニかな。じゃあ受けときましょうか。第三公演か。このまま第三公演行ってもいいけど、やりだしたらキリねえからな、ヒットマン。第三公演近かったから来ちゃった。それでね、先生が褒めてくれたんだよ。すごいねって。そうかそうか。あ、でもあんまり悪そうな人じゃないじゃん。それはよかったな。それでね、あのね。あれがヒットマンのハスタニなのか、レイン、何さんですか。谷さんでいい。ちょっとすまんな、お前が谷さんか。ああ、そうだが、少し話があるんだが。おじちゃん、この人と話が。ああ、おじちゃん、この人と話があるから今日はお家へお帰り。もっと遊ぼうよ。また明日な。ほら、帰った帰った。なんならその君の着てるスカジャンみたいな、オープンスカルって書いてあったけど。それで俺に話ってのは。お前、復讐者のヒットマンだろ。通称ボロ布のハスタニ。その通りなを知ってるってことは愉快な話じゃなさそうだな。俺は県政会に頼まれてお前を捕まえに来た。県政会、なるほどな。ただ俺は何があろうと捕まるわけにはいかない。抵抗させてもらうぜ。別にお前と争いたいわけじゃないんだ。俺たちは復讐者の情報を集めている。協力してほしい。こんな俺にも通すべき仁義はある。甘く安く見ないでくれ。どうしても引っ張りたいなら力づくで来い。おお、何、正気とかあんの。こう珍しいね。あ、何、陣地、あー、これで使えるようになるんだ。前覚えたやつだこれ。典型かなんかで。はい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 。あ、威力も高い気がする、普通よりも。そんなことないのかな。あ、普通に倒しちゃった。タオリナーまで使ったのに。いやー、マジでね、なんか戦闘があんまり面白くないんだよな。なんかやたらと攻撃回数敵の方が多くて鬱陶しいんだよな。イージーでやりたいぐらい。くっつえ。観念してついてこい。やめろー。うるせえガキ。なんだ、おじちゃんをいじめるな。お前いじめるなったらいじめるな。お前をいじめてやろうか。そこのドラム缶に突っ込むぞ。
心配してくれてありがとうな。ほら、おじちゃんは元気だぞ。本当に？本当だと思う。もう大丈夫だから、お家へ帰り。ガキがシャシャリ出てくんじゃねえぞ。あの子は、偶然知り合った子供だ。どこの誰かは知らない。俺にも子供がいてな。男と女一人ずつ。ちょうどあれぐらいのはずだ。男と女一人ずつって。はず？会ってないのか。ヒットマンなんて仕事やってたら会いたくたって会えねえよ。今は知り合いに預けてある。何か訳がありそうだな。もともとは俺も極道者だったんだが、兄貴分の失態をこすりつけられて組を追い出されちまった。その時は県政界なんで便利なものはなくてな。仕事を探すのに宿泊して、その間働きに出た女房は過労で死んじまった。おお、散々だね。そうだったのか。それでも二人の子供には金が必要だ。こんな形ではあるが、なんとか稼いで仕送りしてやるくらいしか俺にはできない。自分が着る服も戦うための武器もそのための金が惜しくて揃えていない。それでボロ布のハスタニか。復讐者に入ったのは俺にヘマをなすりつけたやつが憎いのもあったが、何より金銭面で面倒を見てくれるというのが一番大きかった。なるほどね、そういう人もいるのか。子供たちはお前がそういう仕事をしていることを知らないんだろう。言えるはずないだろう。だが人を殺そうが金は金だ。どれだけ俺の手が汚れてようとも子供たちが飯を食えればそれでいい。そうは言うがな、お前が捕まったらどうするんだ。え、こんなことを続けて警察にでも捕まったら子供たちは食いっぱぐれるだろうが。さらにそうなれば仕事の内容を隠し通すことも難しくなる。それはそうだが、今からでも遅くはない。もう一度仇で真っ当な仕事を探したらどうだ。今は県政会がある。伊吹はきっとお前の力になってくれるぜ。ちょっと偉そうだけどな、あいつ座り方とか。そんなにうまくいくだろうか。お前が組を追われた時と今とではまた状況が違う。もう一度やってみる価値はあるんじゃないか。そうだな、もう一度頑張ってみるか。あんたのおかげで目が覚めた。ありがとうな。はい、県政会お呼びだし。毎度ご苦労様です。あとは私にお任せください。本部で伊吹さんがお待ちです。お送りします。おい、もう毎回笑っちゃうんだよな。お疲れ様でした。無事で何よりです。ハスタニの子供への資金援助は設計県政会で責任を持って行います。そんなことまでしてくれんの、すごいな。いずれは仇の仕事について子供たちの元へ戻れるように手助けしていきたいと思っています。やってることはマジで立派だよな。キリュウさん、この度はありがとうございました。こちらが謝礼金になります。8万円ね。ありがとう、ありがとう。また来てください。お待ちしております。でもまあ一応受けとくか、次よ。依頼一覧、結構あったよね。小田切夫妻。何？夫婦なの？二人組で行動している。銃を所持しているようです。マッハボールで目撃情報。危険だな。まあ、機会があったら行きましょう、これも。じゃあ、いい加減に進めようか。こっちか。この人たちってそういや何ができんの？ヒルさん、ストリートミュージシャンの秀樹って知ってます？知らないです。何？何急に。ベレニアムタワーの前でいつも弾き語りしている青年なんですけど、結構上手なんですよ。いるわ、あいつ。おるおるおる。いつもあそこにいるから人探しするときは話を聞いてみると何か情報が得られるかもしれませんよ。別に探してる人いねえからな。お前はさっきのあいつだよな。よー、キリュウさん。なんかとりあえずここで働かせばラゴデになったぜ。ここって仕事あんの？ね、何すればいいの？じゃあとりあえずこの書類をまとめてください。よーし、任せろ。ぐしゃぐしゃ、やると思ったわ。ああ、何するんですか？ああ、まとめればいいんだろ？パソコンなんて触れないでしょ。あ、ウイルス検出、エロサイト見てんじゃねえぞ。西公園に戻ってきたんだけど。よ、兄さん、まさか西公園に入ろうってんじゃねえだろうな。なんでダメなの？え、相手にしない話を聞いてみる。あ、話聞いてみようか。何？なんで？そのまさかだ。何か問題でもあるのか？いや、別に問題ってほどのこともねえけどよ。マジマ建設とかいうやつらがやってきてから出入りする人間なんてめったにいなかったからさ、どんだけ怖えんだよ、マジマ組。なるほど。だがもともと公園に住んでいたホームレスはみんな公園を追い出されたんだろう。それなのにお前はこんなところで何してるんだ。何か住み慣れた場所は離れられなくてね。ホームレスって言ったって長年住んだところに愛着も湧くもんさ。そういうわけで、この公園のことなら何でも知ってるぜ。さあ、どんどん聞いてくれ。何？いや、別に聞きたいことはないが、ないね。何言ってんの？絶対あんた知らないから。知ってても忘れてる。俺にはわかる。今ここで聞いておかないと損だよ。例えばこの公園の名前、北東にあるのになんで西公園っていうか知ってるか？おお、知らないっす。公園の名前の由来だと？言われてみれば何に西公園なんだ？
言われてみればなんで西公園なんだ。それはな、なんでだと思う。聞いてんだから答えろ。西にあるからだろう。西という男が作ったからだ。単に間違えたんじゃないか。その通り。そうなんだ。何のひねりもなくて面白い話なんだ。面白くねえ話なんだが、役所の担当者が間違えたってのが真相だ。本当にひねりがねえな。まあそんなもんだろうな。いやでも俺こういう話好きだわ。当時の担当者が割といい加減な人間だったようで、東と西を間違えて名付けちまったらしい。しかも始末が悪いことに公演が完成して4年近くの月日が経つまで誰もミスに気づかなかったらしい。ああ好きですねそういうの。ほらそういうのってなんとなく違和感ありげだから、なんか理由があって西なんだろうとか勝手に納得して追求しないっしょ。確かにそういうものかもしれないな。ある時ふと不思議に思った利用者から投書が来て初めて間違いに気づいたってわけだ。それでまあ東公園に直してもよかったんだが、他に西公園があるわけでもないからこのままでも問題ないんじゃないかってことになってな。随分と迷惑な話だな。まあ今じゃ才能変わらなんて別名で親しまれてるし、実際そんな困ってないんだかな。そうだな。じゃあこの公園が別名才能変わらって呼ばれてる理由は知ってるか。あ、いや知らないね。ぜひ教えてくれ。食いついた。一般的に言われてる才能河原ってのはよ、この世とあの世を分ける三途の川の川辺を意味する。そうだね。つまりこの先には違う世界が待ってるってわけだ。はあはあはあ。ということはこの入り口のこちら側がこの世で、向こう側があの世ってことか。そういうことだ。だが一概にあの世って言っても俺は悪い気はしねえな。世知辛い世の中に比べりゃあっちは天国みたいに住みやすいところだったよ。ああでも住みやすかっただろうね。ほぼホームレスの家みたいになったもんね。ガキどもにホームレス狩りなんかに合わされるこっちの方がよっぽど地獄だ。なるほど、そこに住む人間次第で天国にも地獄にもなるというわけだな。以前はサイの河原の地下に秘密の娯楽施設があってね。あったね。喧騒から離れたところで金持ちたちがいろいろと楽しんでたみたいだぜ。今はもうないの。今じゃ訪れる者もいなくなって天国から地獄へ真っ逆さまだ。前はあったよね、2の時は。極み2の時は。今中の憂鬱はどうなってるんだ。さあそいつは分からねえな。もし本当に踏み込む気なら心していった方がいいよ。ああ分かった。そういやサイの羽屋ってやつのことは知ってるかい。ああ羽屋のことならよく知ってるぜ。サイの河原を拠点とする伝説の情報屋と呼ばれるほどの人物で、依頼人に情報を渡すときに花束に添えて渡していたことからその名がついたらしいが、うんちくおじさん今はどこで何しているんだろうな。サイの羽屋か。神言派の事件の時にはミレニアムタワーに拠点を移し、その後一時的にサイの河原に戻っていたが、今何してんだろうね本当に。今どこにいるのかは不明だ。伊達さんに聞いておけばよかったな。まあ用事もないしな別に。それじゃあもう言うことはねえよ。邪魔しな兄さん。いや楽しかったよ、ありがとう。じゃあ入らせてもらおうか。今はまだ真島の兄さんが敵か味方かもわからない。用心するに越したことはないな。しっかりと準備しなくては。バッチリよ。中に入ろうか。入ろう。まあ戦うことになるでしょうね。相変わらず汚ねえな。あれなくなってる、もしかして。ああ、あるわ。こんなんすぐにバレそうだけどな、この仕組み。いたずらのガキとか、いたずら好きなガキとかさ、クソガキとかはこんなん余裕で知ってそうだよな、こんなところがあるって。あれ真島組ちょっと縮んだ。2階建てとかじゃなかったっけ。まあ、ここに兄さんがいるとは限らないけどな。頼もう。黒電話1個。仕事しろ。ご用の方は007まで。内線？怖っ。ホラーやん。出た瞬間キリュウちゃんってならない。おお、怖っ。何これ。真島組ではないよね多分。あ、はい、私元登場会4代目です。あ、兄さん。
マジマの兄さん。すまんのキルちゃん、驚かせてしもうて。はい。これはま、俺なりの防御策や。最近は危のうて堂々と事務所構えることもできへんからな。全員相手にしなきゃいけないとかないよね。ようこそマジマ組。ま、地下でゆっくり話でもしようや。あ、あるのはあるんだ、地下は。できた部下たちですね。統率バッチリじゃん。はあ、いやでもあの公園がなくなったのはやっぱりちょっと寂しいよね。これ維持費大変でしょ。どこが金出してんの。こっちや、ついてきてや。あ、はい。今兄さんと話せるの。ああ、そんだっか。え、なんか自由に行ってもいい、好きに。あ、でも一般開放はやっぱりされてないんだな。こんなの電気代だけでもシャレならんでしょ。オイランのお姉さんとかはもういないのかな。あ、もしかしてここ闘技場だったよね。闘技場も今使ってない感じ。使ってないのか。今回闘技場なのものはないのかな。ありそうだけどな。沖縄の方とかにあったりするのかな。てか沖縄っていつ戻るんだろう。戻らないのかな。もうこれ勝手に入っていいのかな。あ、兄さん待たなきゃいけないの。兄さん、早く来て。いや、この桜とかさ、なんか散ってるよ、これ。本物？散ってますけど。本物なのかな？兄さん？兄さんどこ？ねえ。あ、何？話しかけなきゃいけないの？あ、一緒に行かなきゃいけないんだ。そっちかい！騙されたわ。ここや、キリュウちゃん。ここは。ご覧の通り今は使われてへん。まあ静かなもんや。中で話そうか。懐かしいの。ここでやるのか。2年前まではここで俺も戦っとった。2年とか懐かしくもなんともねえだろ。昨日じゃん、2年なんて。キリュウちゃんも戦おうとうだな。今ここは？ああ、もう1年くらい前から閉鎖しとるわ。いろいろ別の仕事が忙しくなってしもたからな。沖縄リゾート開発のことか。もう知っとったんか。マジマの兄さん、どうしてだ？あんたみたいな人がどうして沖縄のリゾートの利権なんかに。大悟のためや。大悟のためだと？そうや。なんとかして大悟のやつを楽にしてやろう思て、俺はあの話に乗ったんや。だが、大悟は最後までリゾート土地買収を拒んだ。その結果、撃たれることに。俺もな、正直訳がわからんねや。マシュマロ兄さん。沖縄のリゾート開発、あんた一人で描けるような絵じゃないはずだ。誰か他にこの話絡んでるやつがいるんじゃないのか。どうして何も答えないんだ。教えてくれ。キリュウちゃんよ、こんな俺にもな、極道としての筋っちゅうもんがあるんや。うん。たとえ俺がそいつにはめられたとしても、ただで口割るようなことはできへん。喧嘩したいだけじゃねえか。あ、なに、パン。おおおお、この人気づかないわけないだろ。俺が合図するまで気配消しといてくれやって頼んでたんかな。はい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 、まあそんなこったろうとは思ってましたよ。毎回こうだもん。Ladies and gentlemen、 やればいいんでしょ。やればついにあの伝説の男たちがリングの上に戻ってきました。この二人が戦うというわけでものすごいお金を動きそう。そういうことか。俺の口を割らせたかったら喧嘩で白黒つけてからにしようやないか。いや、まあ分かりやすいけどね。俺は好きだよ。そうだったな。俺らはいつもそうやって生きてきたんだったな。一生で戦ったんだけどね。
闘技場の絶対王者、大島の竜、桐生一馬 VS ベーシス赤眼の魔王、赤眼の魔王、島野の狂犬こと闘技場の帝王、真島五郎。島野の狂犬っていう二つな、変わらないんだな。島野とっくに死んだのに。このリングで生き残るのはどちらの怪物か。いやー、キリュウちゃんはずっと変わらんな。ほら嬉しいで。やっぱり俺らにはこのやり方がお似合いや。ああ、そうだな。そうだな。さあ、手加減はなしや。いや、捨て頃でやろうや。思いっきりいくで、キリュウちゃんや。兄さんがそれ使うんだったらこっちも。ゴングです。桜吹雪抜くよ。ゴーン。じゃあやりますか。真島五郎。いいでしょう。かかってきなさい兄さん。あね、逆向き。うわあ、動きがおかしい。なるほど。あれだな。あ、大量ゲージもやっぱ高いね。なるほど。よしよしよし。よしよ。おあ、でも今のとこは普通に倒せそうではあるよね。よいしょ、間違えちった。ほい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 。え、キリちゃん強くなりすぎてしまったか。あんまりそんな強くなりすぎたってこともないと思うんだけどな。動きがおかしくない兄さん。人間の動きじゃないよ兄さん、完全に。あの、バウンサーって知ってますかね。スクエアエニックスからだけゲームなんですけど、バウンサーにこんな動きするやついなかったっけ。なんか急に今バウンサーが出てきたわ。完全にファンタジーの動きないわ。極道門のゲームの動きじゃないのよ。ちなみに戦おうとしてくらいいける。うい、あ、いけるな。いいね、戦おうとして。なんだその動きは。兄さん、なんなんだよその動き。うわっ、あっ、いって、はい、ビリ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 。いや、あんま効かねえな。今回ヒットアクションがそんなに強くないんだよな。はいはい、うん、あんまり減らないんだよな。桜吹雪も強いはずなんだけどな。お、正気か。これ結構貯めなきゃいけないっぽいぞ。おら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 、いやー、これ食べんのしんどーい。陣中儀やったってや、キリュウちゃん。どこ掴んでんだよ。ふい、あんまり減らない。いや、これ毎回とどめにならないの、なんとかなんないですか。とどめにしてよ。よいしょ、よい。トラ落として決めるか。ふい、お互いお腹痛いじゃなくて。おいや、兄さん。ああ、普通に倒しました。いやー、硬かったな。しっかりボス戦だったな。勝者、桐生一馬。誰なんだよ、お前ら。どこのどいつらだよ。やっぱり、ごっついな。キリュウちゃんよ。そうでしょ。ほな、約束や。ゆっくり奥で話でもしようか。ああ。この闘技場に来てるお客さん、ああ、ここまでなんだ。薄い本出しそうだよな、この二人の。じゃあ、はい。次が、今回何章だっけ ?7 章か。次が8章か。8章、絵図を描く男。絵図を描く男、黒幕ってことか。俺を鈴木っちゅうおっさんに引き合わせたのは浜崎や。ああ、はははは。あいつか、じゃあ絵図を描く男っていうことは。浜崎か。ああ、やつは1年前、東上会が沖縄のリゾート開発の土地買収にかかってることを嗅ぎつけ、利権を狙ってたんやが。大悟は沖縄の買収、土地買収から手を引いてしもうた。はい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 。
それを聞いた浜崎は陰で鈴木に近づき、浜崎組が東商会に代わってリゾート土地買収を引き受けると申し出たんや。はい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 。そうなりゃリゾートに絡むいろんな利権が浜崎の手に入るわけやからな。そして真島組には建物の建設に絡んだ利権を。そうや。でもどうしてそんなうまい話をわざわざ俺んとこで持ってきたんかはわからんかったが。いやー、これではっきりしたわ。どういうことだ。キリュウちゃんが見たっちゅう俺と鈴木が一緒に写ってる写真、あれはきっと浜崎がリークしたもんや。何のために。あの写真があれば東条会側で鈴木とつながっとったんは真島組っちゅうことでオチがつく。はーん、まあいいように利用されたってことか。それがもしスキャンダルになって逮捕者が出たとしても鈴木と俺、その後浜崎はやりかけたリゾート開発を一手に引き継いで大儲けや。そんなとこちゃうか。なかなか食えない男だな、浜崎というやつは。 AV 男優みたいな顔してる割に。そうや。それにやつにはもう一つの狙いが、もう一つ別の狙いがある。別の狙い？ああ、この間やつに会うたとき、カムロ町をこの手に収めたい、それがどういう意味かわかりますよね、などと抜かしよったわ。浜崎は今回のゴタゴタに乗じて、うまいことカムロ町を乗っ取る計画を企てとる。カムロ町を？大悟が撃たれたとき、柏木の親父もやられた。あの神田も桐生ちゃんに組み潰され、今カムロ町はガラガラや。もしかしたら浜崎は最初からこうなることを想定して絵を描いとったんかもしれん。つまり奴の最終的な狙いはカムロ町の占領、それに東条会の7代目か。器じゃねえだろあいつは。やばいやつってのはわかるけど。それだけじゃねえようだぜ。ああ、花屋じゃん。勝手に下ろすのやめてもらっていいですか。キリュウちゃんの立ってる位置がおかしかったらどうしてたんだよ。久しぶりじゃねえか、キリュウ。花屋。花屋。なかなかなイントネーションですね。本当に久しぶりだな。あ、結局ここに戻ってきたってことか。ああ。まさかあんたがまだここで情報屋をやってるとは。うん。この真島さんにお願いして場所の曲がりをしてるってわけよ。2年前の構想の後俺らは行き場を失っちまったからな、いろいろあったもんね。なるほどな。で、さっきの話なんだが。ああ、浜崎の本当の狙いだが、あんた何か掴んでるのか。ああ、どうやら奴、浜崎の最終的な狙いはあのリゾート全体を中国に売り払っちまうって腹らしい。はあ。まあ食えないね。食えないけど、なんか裏でコソコソしてるやつってやっぱり会長とかの座はちょっと器に合わないよね。中国に？どういうことだ。もちろん極道としてはお金を儲けることは大事なんだろうけど、これを見てくれ。はあ、はあ、あー、あ、あ、あれ見たことないこの人。これは。そうだ、お前さんが4年前に潰したあのジャカの総帥。ラウカーロンか、これ。ラウカーロンだ。どうしてラウが。やつは4年前の事件の時死んではいなかった。そうだよね。なんか、どんな終わり方したっけ、ラウトって。ボコボコにした記憶はあるんだけど、横浜で。日本から姿を消し、本国に帰って復活の機会を狙っていた。やっぱ、ああいうやつは殺しとかなきゃダメだな。そこで目をつけたのが当時横浜の市街を仕切っていた東条会の三次団体浜崎組だったんだ。うんうん、なるほどね。浜崎はジャカのバックアップを得て横浜全体を制圧。その功績を買われて一気に直系の若頭補佐まで浜崎組はのし上がった。次の写真だ。これは何の写真だ。テーブルの書類を見てくれ。これはジャカと浜崎組との間で交わされた沖縄のリゾートに絡む契約書だ。なぜ浜崎がこんなものを。浜崎はリゾートの地下に極秘裏に、地下カジノを作る計画だったらしい。一通りの悪いことしようとしてるな。その経営権をジャカに任せるといったような内容がこの契約書には書かれている。どうやら浜崎は相当あの鈴木って政治家に食い込んでいたみたいだな。一回の直系組織がここまでの絵を描いていたとは正直この俺でも予想はできなかった。まあまあできるやつってのは分かったけど、まさかここまで浜崎が動いてたとはな。だが花屋、あんたどうしてここまで浜崎の動きを追っていたんだ。実は半年前ある人間に依頼されていたんだよ。大悟？依頼？誰にだ。
堂島大吾だ。ああ、まあそうしかないよね。なんやと？大吾があんたに依頼？どういうことなんだ？本来情報屋は依頼人の情報は教えられないんだが、大吾もあんなことになっちまったんだ。仕方ねえ。話してくれ。実は大吾は1年くらい前から東城会内部の裏切り者を探していた。裏切り者？ああ、例の沖縄のリゾート開発、裏で政治家とつるんで動かそうとしてる奴がいると。それで俺は大吾と協力して、各直系の組事務所と根城としている場所に徹底的に調査員を送り込んで情報を仕入れた。それでこの写真が。ああ。じゃあやっぱり大吾や柏木の親父を弾いたのも浜崎の仕業やったんか？かもしれない。かもしれん？違うっちゅうんかい。いや、大吾が撃たれた時、この一件が気になってもう一度調べていたんだが。そうしたらある男に出くわした。ある男。これは驚いたか。まあお前にとっちゃ、うん、一番ゆかりのある人間に売り二つだからな。カプコン側の人間だな。何か匂うな。なんだろうな、サングラスかけたらカプコン側になるよね、セガのキャラクターって。なんでだろう。一体この男誰なんだ。クローンじゃないの、なんだ風間慎太郎の。どういうことなんだ。あ、さすがに沖縄の情報までは掴んでないですか。田村町におかしな連中が。おお、たくさんいるでしょ、そんなの。山ほどいるよ。おい、ダメでしょ、これは。清流と思ってましたよ。あ、ラウカーロンじゃん。ラウカーロン。まあ、少なからぬ因縁ある男だよな、ラウカーロンは。キリュウちゃんと。拷問とかしてくれたしね。だいぶ昔にキリュウちゃんのこと拷問したやつって確かラウカーロンだったよね。この人喋り方面白いから好きなんだよな。え、リキア、なんで？おい、よさまし。把这个男的给我找出来。是。え、なんでリキアが？リキアは夏美連れて沖縄帰らないとダメなんだから。死んじゃダメだよ。リキア、どうやらラウはジャカの連中を使ってお前の相方を探し回っているらしい。しょうもねえことをしやがる。まあ伊達さんに電話だよな、まず。もしもし。ああ、リキアだ、本人だ。俺だ、キリュウだ。ああ、兄貴、どうしたんすか。お前今どこにいる。え、起きたら兄貴がいなかったんで、一人で街をぶらついてるんですけど。寝とけよ、セレナで。ああ、なんだあれ。まずそうですね、これは。どうした、リキア、何かあったのか。おい、誰だお前ら。おは、喧嘩売るな、喧嘩売るな。青龍刀とかナタとか持ってたでしょ。リキア、おい、リキア。花屋に聞いたらリキアがどこにいるか分かるんじゃないの。これはリキアが危険だ、助けに行かなければ。花屋分かんないのかな、場所。おい、キリュウ、ジャガの連中が探してるあのアンちゃんは何者だ。カモの長者は見かけない顔だが、やっぱ沖縄のことにまでは情報は回ってないわね。あいつは沖縄の組の若者だ。俺を追って昨日カモの町に着いたばかりだ。なぜジャガがあいつを狙っているんだ。それはわからん。ひょっとしたら浜崎がラウを使って。とにかくあのアンジャを人質に取られると身動きが取れなくなるぞ、キリュウ。ああ、分かっている。必ず助け出すさ。いやちょっとな、刺繍すごいじゃん。あの、ねえ、リキアね。キリュウちゃん、誰やあれ。俺の弟分みたいなもんだ。ああ、もうちゃんと弟分って言ってる。うちの組員使って一緒に探すか。あ、お願いした方がいいんじゃないの。ああ、すまない。手分けして探してくれないか。何か分かったら俺に連絡してほしい。よっしゃ、任しとき。西田使って、ちゃんと。これ、どっから上がるんだよ。出口どこだよ。モニタールームから出ますか。はい、出ます。急がなきゃ。リキアを救い出せ。はい、言われなくとも。
とりあえず何事もなければこのままカムロ町まで戻りますが、なんか人たくさんいる。あ、そっかそっか、あの闘技場にいた人たちか。ちょっとお話聞いてみましょうか。やっぱりあしら、ここが一番落ち着きますわ。ミレニアムタワーは設備は豪華やったけど、事件も多くて落ち着かないっていうか。まあ多分ここもだけどね、柏木さん。ここに不満があるとしたらコンビニが遠いことですかね。昔は炊き出しもあってよかったな。お前らが炊き出しを食うなよ。たまに真島組の人たちと酒盛りをするんですよ。まあ楽しくやってますわ。いいね、酒盛り。おい、西田じゃないの？キリュウのおじき。いやー、おじき見てましたよ、親父との熱いバトル。やっぱおじきは半端ないっす。西田か、久しぶりのところ悪いが、今急いでいるんだ。あー、すいません、つい興奮しまって。お急ぎですか？そうそう、闘技場なんですが復活することになったんですよ。親父がやけに張り切っちゃって。あ、もうすっかり選手も集まってるんで、おじきも暇な時に参加してください。うん、わかった。闘技場めんどくさいからあんまりちゃんとやったことないんだよな。あとはそこの人、そこのお兄さん、こんにちは。大海との構想の後、この地下歓楽街もずっと閉鎖していたんですよ。それがこの度復活することになってめでたい限りです。よかったね。よかったじゃねえか。それが聞いたところによると、本当は真島の旦那の趣味でコテコテの大阪の街を再現した街並みに帰る予定だったとか。別にあの人大阪出身じゃないだろ。結局はコストの問題でお流れになったそうですが、真島の旦那はまだ諦めていないとか。いや、ここを維持するだけでも大変だろうからな。あの人らしいな。まあでも富豪そうだし、それなりにお金は集まりそうだけどね、出資募ったら。今外に出ていくのはやめた方がいいです。何でも武器を持った中国人たちがそこら中うろついてるらしいですわ。いくら4代目といえども、あの人数相手じゃ怪我する程度じゃすまんですって。それでも俺は行かなきゃならねえんだ。法律の助けを待ってるやつがいる。そうですか。ほな、必要なもんがあったら地下観覧街で買うててください。ああ、今回は主に戦闘だけなのかな。あれ、地下観覧街で買ってってくれって言われてもどこで買えるの？これ何なの？この置物。この仇じゃない置物は何なの？あ、この人かな。買っててくださいっていうのは。あ、道具屋だ。外は敵だらけだ。備えは万全か。ああ、まあ、コウモリ傘とか買ってもね。ボロボロのマフラー。絶対にキャバクラとかにつけていくなよ。絶対だぞ。まあ、1、2、3、3本分ぐらいスタミナ X 買っとこうかな。じゃあ、行きますか。コウモリ傘持ってってもしゃあないしな。まあ主に戦闘パートなのかな、この8章だっけ。真島組がアジトとして使用できるようになりました。でも今体力ってマックスだよね。オッケー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 。経験値ちょっとなんか能力強化しとくか。あーでもこれしか上げれねえや。ヒート状態時にダウンしづらくなる合体術の奥義。あーこれ結構良くない？ヒート状態時にダウンしづらくなる。結構ダウンするのだるいんだよな。とりあえずこれだけ取っておいて、オッケー。じゃあ外はジャカの連中が待ち構えてるはずだ。リキアの救出に向かおうか。行きましょうよ。当たり前よ、早く助けてあげようよ。リキア、今行くぞ。リキア頼むから死なんでくれよ。ミキオに何て言っていいか分かんねえよ。ああ早速じゃん。お前らジャカじゃねえだろ。誰だよ。え、ジャカ、ああジャカなのか。はい、じゃあまあまあちゃちゃっと行きますか。はい、まず第1ウェーブ。何回ぐらい戦闘あるんだろうな。おい、リキア。リキアとラウはどこにいる？知らない。なんだと？ほんと、相当の場所の幹部しか知らされてない。幹部？多分この先に来てる。目立つ格好してるからわかる。くそ、幹部を見つけて話を聞くしかないか。じゃあ幹部を分からせればいいんだな。ああ、ちゃちゃっと戦闘したいな。できれば早く。あ、そいつらか？減っちゃうからな。ああもうこれ普通に戦闘なのか。シームレス。はいはい、何ですか何ですか何ですか。なんかバンって。黒のバンって。ジャカらしく。ああこいつか、幹部。この紫色の人かな。ああ幹部だな。はいはい、幹部構成員ね。お前か、ラウの居場所を教えてもらうぞ。ふう、無理だよ、お前はここで死ぬ。おいおいおい、めんどくせえな。無限脇なんだよ、周りの雑魚が。え、逃げるの？お前バサすぎるだろ。あ、こっちか。はい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 。邪魔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 。
痛そうやな、これ。ほい、どけ。マジかよ。今のうち逃げとけよ。せい。ほい。はい、すごいやつ。人間スラムダンクしたいな。久しぶりに。お、なんだ、いよいよか。どこまで逃げる気だ。しつこいやつね。あ、クソだった。あ、はい。いいから、ちゃちゃっと片付けさせてください。お前に用はねえんだよ。トラ落とし。いや、マジでトラ落とし強いな。やっぱり。強い。さあ、ラウはどこだ。相当は。相当は。く、逃げるのか。また逃げやがった。待て。いいよ、近場に逃げ。あーはーはー、チェイスか。はいはいはい。もう満身創痍だろ、あいつ。くそ、これさ、似たようなことをロストジャッジメントとかジャッジアイズとかでもあったと思うんだけど、やっぱ歴史を感じるね。よっぽど酷評だったんだと思うこの3とかのチェイスが。はあ、はあ、お前俺を本気で怒らせたいようだな。わかった、言う、本当に言う。外は中道通り裏、カムロ町ビルディングの屋上にいる。男も一緒。中道通り裏、カムロ町ビルディングの屋上。はい、中道通り裏、カムロ、中道通り裏か。急がなくては。早く行ってあげて。もうめんどくせえな、まだこれ続くのかよ。結構戦闘してますよ、もう。道を開けろ、カスども。どこだ、中道通りの裏ってことはもう近いと思うんだけど、この辺か。ここか、ここか。また幹部分かりやすすぎるだろ。そこをどけ、ラウに合わせてもらう。そうか、なら少し痛い目を見てもらうぞ。あ、どうだろう、今銃持ってきてるはずなんだけど、銃使います。あー、手ぶらっぽい。どうでしょう。あ、手ぶらだ。はいはい、おいしゃい。あ、ちょっと残った。あ、ちょっとだけ残った。よいしょこの野郎、防御力だけは一丁前だな。行け、無事でいてくれ。今行くぞ。まだあるっぽいな、これダンジョンみたいになってんじゃないの、こん中も。はい、最上階だったはい、最上階とはいかないでしょうって言おうと思ったのに。これはさすがにラウがボス戦か。兄貴、何が起こってんだよ本当に。わけわかんねえよな、リケア。久しぶりだな、キリュウカズマ。好きなんだよ俺、ラウさんの喋り方こうすればお前に会える。だからこいつさらった。なんでリケアの身元というか。お前たちの目的は知ってる。向こうのビルじゃない。その男は関係ない。今すぐ話せ。分かってないな、お前は。そうだよな、話せっつって話してくれるような相手じゃないよ。普通に飛べないの。俺が浜崎という男に協力したのはお前への復讐、それだけ。ちっせえな、何が復讐だ県政会行くか。だから力也、更生させてやろうか。就職斡旋してやるわ前もこんなことやってたな。前もこんなことやってたけど、なんか確か全然強くなかったんだよな。極み1だっけ、戦ったの。さあ、決着をつけよう、キリュウカズマ。強くなってる？なんかワクワクさせてよ。ラウ、カーロン、ジャカ、相当。はいはい、じゃあ、ちょっと、お、やるじゃん。おー、やる。これはあれだな。おい、よいしょ。とりあえず一旦投げて。ほい。あれ、わお、痛い。お、次かい。鉄装さんじゃないですか。鉄装さんよりもっと前の人ですけど、この人。好きね、なんか中学生の人ってこういうマグナクっていうんですか。武器めんどくせえな。あ、何、もう次。あんまりダメージ、あー、なるほどね、正気か。ほらー、食べろー、キリュウカズマー。いやでも倒せないんでしょ、どうせこれ正気じゃない。
一撃で終わってくれていいんだよ。全然減らないもん。防御力硬すぎだろ。いやー強いわ、正直。正直言って今回強いっていうか、めんどくせえ。なんかアイテムでどうにかなるんだけど、純粋に硬いから。あと虎落とし一発かな。虎落としのタイミング難しいんだよな。3が全般的に難しいのかな。何をくるくるしてんだお前は。あ、極み技で倒そうと思ったのに普通に切っちゃった。いやー、このジャカのエッセンスいらないな。必要だった？この話にジャカ。まだ勝負は終わってない。ただ復讐のためだけにやってきたこのおじさん、必要でしたかな。おー、ちょい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 、嘘でしょ嘘でしょ。さあ、目の前であの男の首が飛ぶところを。いや、見ろ。これは死なないやつだな。リキア。はい、誰？伊達さん？いや、伊達さん銃使わないか。お、ナジ風間クローン。あの男は死んだはずでは。どっちなんだこの人。え、でも死んだ魚の目してるんだよな。か、あ、おー死んだおやっさん。おやっさんじゃないんだよね、多分。あんた、風間のおやっさんじゃないのか。どうして、どうして大吾、中原を撃ったんだ。何人かいるってこの人絶対。優雅、桐生一馬か。ほら、ジャニーさんみたいになってんじゃん。ビューティフルアイズ、ライクアイハートフロムマイブラザービフォー。脳みそバグるわ。ビューティフルアイズその顔で言わんでくれ、そんなこと。シリアスなシーンなのに笑っちゃうじゃん。ああ、ここまでか。じゃあ、今回は、まあ、7章と8章をやったことになるのかな。次回9章からですね。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。Beautiful Eyes。ハジの経営者からまたメールが来たね。あれの続きか、用心棒の。ヤクはとんでもないやつですね。竜宮城に来るなり、飛田に喧嘩を売ってましたよ。とんでもないやつだな、マジで。飛田の方が1枚上手だったので上手なんだ。岩熊は投げ飛ばされてましたが、岩熊投げ飛ばしたのはあいつ相撲取りでしょ。なかなかに見どころのある男ですね。プロレスラーってそんなにフィジカルあんの？こんなこと言って失礼だけどさ、どっちかっていうとフィジカルは相撲の方がやばそうだけどな。本当にありがとうございます。ミレニアムタワーの裏に住みついているホームレスが、聞いたというのですが、足を洗いたがっている極道が組から逃げ出して身を潜めているとのことです。敵の敵は味方と言いますし、この極道、身柄の安全と引き換えにうちの用心棒になってくれませんかね。この人考えること結構大胆だな。うちの常連のホームレスがこの極道を天下一通りの裏路地で見たそうです。天下一通りの裏路地、はい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 。じゃあ行ってこようか。すいませんが、この国土を探し出して用心棒にスカウトしてもらえませんでしょうか。任せなさい。用心棒、用心、天下一通りの裏通りってどこだっけ。天下一通りの裏通りだから、ここか、裏路地ここか。ああ、いつものとこだな。あ、まあ近いね。ちょっと行ってくるわ。お、やっぱりここか。動くな、少しでも動いたら怪我するぞ某13の数字を持つ男みたいな顔してますね。お前か、足を洗いたがってる極道ってのは。誰だお前、ここに何をしに来た。え、名乗る用心棒にスカウトする。用心棒にスカウトしようか。じゃあ、ある店で用心棒を探していてな、それであんたをスカウトしに来た。はあ、そんなことにかかってる暇ねえんだよ。おい、どっか行っちまえ。あ、名乗った方が良かったのか。え、もう一回行ってみよう。ああ、いるわ。誰だお前、ここに来るんじゃねえって言ってんだろ。相手が極道なら名乗ってからの方が話が早いかもな。名乗る。俺か、俺は桐生一馬だ。
桐生カズマ、あんたもしかして東照会4代目の桐生カズマさんか。お、さすが極道だ。極道ではやっぱ名は知れてるんだもんね。桐生ちゃんは名乗ってもたまにピンときてない人いるけどね。あー、そうだ、俺は難波秀一、事情があって首の名前は言えないんだが、足を洗いたいからか。ああ、桐生さんに俺の首のことを言ったら余計な面倒をかけることになりかねない。ほんとめんどくさいよな、裏社会。ただでさえ迷惑をかけまくってきた人生だ。これ以上無関係の人を面倒に巻き込みたくねえ。実はな、あんたに用事があってここに来たんだ。ある店が用心棒を探している。極道に目をつけられちまってな、それであんたを用心棒にスカウトしたい。え、でもなんか極道と敵対するんだったらあんまりいい仕事ではないのでは。俺を極道に追われてるのにか。いいんじゃないのか。あんたをスカウトしたがってる店の支配人は敵の敵は味方だって言ってたぜ。大胆なのよあの支配人。まあカジノなんて経営してたら大胆にもなるか。なるほどな、確かに元極道の俺が動ける働けるところなんて用心棒ぐらいしかねえかもな。じゃあ見つけたぞ、なんだ。こんなところにいたとはな。なんだこいつ、めんどくせえな、一緒に片付けちまうか。満足しかいないな、桐生さん。仕方ねえ、話わかる奴らじゃなさそうだ。二人まとめて東京湾に沈めてやるな、やっちまえ。はい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 、オーバーキル。ザコは寝てな。命だけは勘弁してください。人を殺し力といて自分たちは殺されたくねえった都合のいい話だな、まったくだぜ。すんません、俺たちは兄貴に命令されただけで。行け、俺は足を洗うと決めたんだ。もう人殺しはしたくねえ。じゃあ俺が代わりに殺そうか。いい刀持ってますよ。桐生さん、すんませんでした。もう誰にも迷惑かけないつもりでしたが。誰にも迷惑かけずに生きるなんて無理な話だ。自己啓発みたいなこと言い出した。迷惑をかけたと思ったんなら誰かの役に立つことで返していけばいい。桐生さん、用心棒の話引き受けさせてもらいます。こんな俺でも必要としてくれる人がいるならその気持ちに応えたいです。そうか、まあ、あそこなら身を隠すにもちょうどいいと思うぜ。まあなかなか人は入ってこないだろうからね。知ってる人間しか来ないだろうからな。場所は公園前通りにある雑居ビルだ。連絡先教えておくから自分で行ってくれ。お世話になりました。それではいずれまた。経験値3000を手に入れた。何人ぐらいスカウトすれば終わるんだろうな。ちょっと楽しいからいいけどね、この用心棒スカウト。お、なんだ、もういい加減にしてよねって言ってるな、この人。もういい加減にしてよね、食い逃げなんてバカにしてるんじゃない。来た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 わね。どうした、どうしたもこうしたも食い逃げよ食い逃げ。ジェラート食い逃げって恥を知れあいつ。ジェラート全種類食べて逃げたのよ。それは警戒してなかった方も悪いな。ワンチャンこいつって思うでしょ、全種類頼むとか。あ、いた。でもどうしてあんなところに。殺そうよこいつは。もう警察に突き出さないんなら俺が引導を渡してやるよ。この世との決別を。店を離れるわけにはいかない。任せなさい任せなさい。そうだ、あなたお願いできる。あの食い逃げ野郎にビンタをくれてやりたいのよ。いやいや警察に突き出そうよ。なんで甘いんだよこの町は、そういうことには。え、いいでしょう、店番を引き受ける。わかった、あいつを捕まえればいいんだな。引き受けてくれるの。いやあ、あなたいい男ね。まあそれほどでも。じゃあお願い、捕まえてここまで連れてきて。私がきついお仕置きしてあげるわ。そういうキャラのこの人。じゃあ、うん、俺らタッチダウン春日。おお、殺してやるこいつは。俺が引導を渡してやる。ダメか。ダメかじゃねえ。どうしてわざと俺に追いかけられるように食い逃げするんだ。あんただけだよ、あそこまで本気で追いかけてきてくれたのは。いや、そういうのいらねえんだよマジで。俺みたいな食い逃げ師もめっきり減っちまったからな。なんだよ食い逃げ師って、いいように言いやがって。ただの犯罪者じゃねえか食い逃げ師。いや聞かなくていい、掘り下げなくていいから。まあ腹いっぱい食いすぎたら走って逃げられなくなるし、逃げ切れたとしても走ったために腹が減る。知らねえよ業が深いのさ。食い逃げ師って生き方は。わかるだろ。わからねえよ、早く捕まれ。え、いいから金を払え。いいから金を払え。ジェラテリアカメロに行くぞ、さっさとしろ。ああはい、すいませんでした。もう3回もキリュウちゃんに追いかけられて命があるだけねえ、ありがたいと思えよ。あんたの食べたジェラート代締めって何千円、きっちり払ってもらうわよ。結構食ったな。はい、
そしてまた何が腹立つって払えるのが腹立つよな。あるなら最初から払いなさいよ。何なの食い逃げはロマンとか勇気。え、あ、はい、すんませんでした。二度と来んな。で、あなた、これ捕まえてくれたお礼ね。私今興奮しちゃってるけどちゃんと感謝してるから。この人いいキャラしてんな。スタミナスパークをもらった。いや、いらねえな。金くれ金。現金の方がよっぽど嬉しいのよ。あんだから逃げ切れないことが分かった。もう食い逃げはやめる。反省した。ああ、それがいい。旅にでも出るよ。じゃあな、もう二度と会うこともないだろう。ああ、何これで終わり。これで食い逃げもなくなるか。いや、なんかもう一回ぐらいありそうだけどな。なんかこの感じ、経験値5000。経験値5000か。1万ぐらい欲しかったな。なんかこの少年もすげえサブストーリーの匂いがするんだよな。風船あれか、風船なんかチラッと映るな。風船がどうとか言ってんだよな。迷子か、カブロ町に子供が一人なんて。危なすぎるね、ちょっとね。うわーん、風船が飛んでっちゃうよ。もう遅いだろ。どうした、迷子にでもなったか。ヒグ、風船、あの風船がないとお母さんに会えない。なん、ややこしい話。風船あれか。おす、おだ時が止まっているな。領域展開しないあのあの風船。迷子になっても、あ、迷子になっても赤い風船を持ってたらお母さんが来てくれるから。赤い風船か。え、俺が取ってやろう。どうやって。わかった、俺が取ってきてやるから。もう泣くんじゃない。ヒグ、本当に。ああ、任せろ。それじゃあここで待ってるんだぞ。うん、うん。右スティックでカメラを動かして赤い風船を見失わないように追いかけてください。うん、難しそう。何これ、なんかこんなんばっかだな。赤い風船を見失わないように追いかけてください。あー、要は見失っちゃダメってことだな。おお、だいぶ低空飛行したな。赤い風船しぼんじまったが、あの坊主に渡しに行くか。膨らましてやればいいよ。あのその赤い風船あなたのでしょうか。あー、母ちゃん。いや、迷子の坊主に頼まれて取りに来ただけだ。この風船がないと母親に会えないって泣いていたんで、ほっとけなくてな。もしかして10歳ぐらいの男の子ですか。年齢はちょっとわかんないですけど。ああ、そうだが、もしかしてあんた、その男の子のところに連れて行ってもらえませんでしょうか。ああ、こっちだ。よかったな、少年。お母さんまさくん、あなた一人でこんなところまで。平気だよ、僕赤い風船持ってきたもん。赤い風船があれば絶対にお母さんが来てくれるもん。ちょっとなんだこれ、闇深めか。どういうことだ。実は私、去年離婚してマサ君は父親が引き取ることになったんです。俺なんか聞いたことあるよ、父親が引き取れるっていうか、そのなんて言うんですか、親権争いで男が勝つってかなりやばい事態だって聞いたことありますけど。離婚の時の条件として、私マサ君と会ってはいけないことに。大体女側がとんでもないことやらかしてないと親権ってお父さんが取れないらしいけどね。お母さん、あ、お母さん、町に遊びに行くときにはいつも赤い風船を持たせて迷子になった時の目印にしていたんです。まあでもそんな感じのお母さんには見えないけどな。この BGM 流しながらスーパーカップのでかい看板を映すのやめてもらっていいですか。赤い風船を持っていればどんなところにいても迎えに行くからねって。そういうことか。まさくん、会いたかった。ごめんね、お母さんのせいで。お母さん泣いてるの。うん、ほら、嬉しい時もね、涙が出ることがあるでしょ。本当は会っちゃいけ、本当は会っちゃいけないんだろうけど、今日はたまたま会っちまったんだ。子供を一人で帰らせるのも物騒だ。せめてこの子の家の近くまで送って行ってったらどうだ。よっぽどのことしたんだよ、この母ちゃん。あ、親権取られた上に絶対に会っちゃいけないって言われるって相当でしょ。なんだ、ミレニアムタワー爆破でもした。それぐらいいいだろ。ありがとうございました。はい、本当にありがとうございました。あ、そうだ、これもらい物で悪いんですけど、よかったらもらってください。本当にもらい物なのかよ、やめろよ。キャ、なんて、キャビアスキンバッグなんすかそれ。それでは失礼します。ありがとう。バイバイおじさん、お母さん連れてきてくれて本当にありがとう。それはいいってことよ。それよりもキャビンスキア、なんてキャ、おー、なんだメール。ああ、南波さんを説得していただきありがとうございました。餅は餅屋というように、極道のことは極道が一番よく分かっていますね。戦わずして勝つ。南波さんのおかげで無駄な喧嘩をしなくて済みそうです。ですが、まだゴロツキどもはうちの家事の諦めていないようです。もう根気強いね、ゴロツキたちも。
銃やスタンガンを持って脅してくるやつも出てきました。今馴染み客のピンク通りのショーパブの店主から連絡あったのですが、ストーカーっぽい男がいて困ってるそうです。その男重度の武器オタクらしくて危ない危ない危ない。店主も危なくて追い返せないそうです。そこでその武器オタクを用心棒にスカウトすることでショーパブにも恩を売りこの人したたかだな。うちのカジノも用心棒を増やせるという一挙両得両得になればと思います。すいませんがピンク通りのショーパブにいるその武器オタクをスカウトしてきてもらえませんでしょうか。結構いいように使うようになってきたな、キリュウちゃんのこと。で、なさっきもらったアイテム、何キャビアキャビアスキン。キャビアスキンっていうなんか有名なブランドなのかな、それともなんていうの、そのバッグの形というかそういうのなのかな。女性向けのプレゼントに最適らしい。これなんかキャバクラとかに使うのかな。キャバクライベントというかキャバクラに遊びに行くっていうのもあるっぽいから、それっぽいな。ピンク通りのショーパブってリキアといったところだよな。ここか、エイジアのことだよね。あ、もしかして竜宮城の方ですか。なんでわかるんですか、すごいね君。うん、連絡を受けてきた。助かりました。武器を持った変な男が来てるんですよ。こっちから話しかけても返事もしなくて怖っ。どうぞ中に入ってください。すんませんけどよろしくお願いいたします。任してくれ、武器ならこっちにも。これか。おい、返事もなしか。支配人から連絡のあった武器オタクはこいつか。でもあんまり武器オタクって感じじゃないけどね。あ、もしかして竜宮城の。ああそうだ、それで武器オタクってのはどいつだ。あそこに座ってる男です。ナイフとかスタンガン隠し持ってて話しかけても返事もしないし。そうか、わかった。あとは俺が引き受けた。あ、はいはい、こいつね。おい、こっちを向け、お前に話がある。お前がそこにいられたら迷惑なんだとよ。ちょっと話をしようか。なんだよ、もしかしてオタクもダンサーのルミちゃんが好きなの。いや、なんでそうなの。そんなことはどうでもいい、いいからこっちに来い。お前みたいなのがいるか。ルミちゃんが危ない目に遭うんだ。ルミちゃんは僕が守ってあげないとダメなんだ。マジでいるよな、こういうやつ。この店を血で汚したらルミちゃんに悪いからな。外に出れよ、このチンピラ野郎。ここでなら僕の武器たちが使えるからな。覚悟しろよ、ルビちゃん、僕は守る。へい。どうよ、武器を使われる側の気持ちは。ポチトラ何年武器使ってきてると思ってんだよ。はい、助けてください。話を聞く気になったか。はい、話聞ける。鼻に穴開いたと思うけど。僕なんかに何か話が。ある店が用心棒を探していてな。こいつ危ないけどね。こいつなんてスカウトしたら結構良くないと思いますけどこのカムロ町的に。お前の武器の知識が欲しいんだとさ、ワークス神山とかに紹介した方がいいでしょ。武器のことなら任せてくれよ。銃でもスタンガンでも何でも使いこなせる。一旦警察かな。 それに用心棒ってことは武器も使い放題になるってことだよね。いや、人を殺していいことにはならないけどね。気をつけてよ。まあそうかもしれねえな。珍しい武器があるといいな。ネット通販で買うのにも限度があるし。おい、武器オタク、店の場所は公園前通りにある雑居ビルだ。連絡先教えておくから自分で行ってくれ。僕は平野って言うんだ。すぐその雑居ビルに行くよ。それじゃあ。楽しそうでよかったよ。経験値3000を手に入れた。はいはい。またなんかここでイベントやってんな。顔に泥塗られてそのままにしとっけか。お前ら分かってるのか。だったら自分でやれよ。兄貴だって看板背負ってるんだろ。この逃げてみろやってやつ、俺なんか動画回さずにやっちゃったんだよね。ごめんね。そのつもりだ。殴るも逃げるも同じ男にやられるなんて恥ずかしいと思わないのか。だからあの人のことは俺に任せてくれよ。次こそは絶対殴らせないから。小さなコミュニティで生きてるな、君たちは。任せられると思うか。しかもお前は2年前も殴られたんだろ。兄貴ならできるっていうのかよ。何人兄弟いるんだよこいつら。当たり前だ。そのためにカムロ町まで来たんだからな。わざわざ高速路を。どうした、揉め事か。おお、一番上のお兄さんかな。人相悪いね。あんたそうか、この男か。弟たちを倒したという男は誰だ。お前、俺はこいつらの兄貴でな、捕まえてみろやというのをしている。捕まえてみろや。ああ、俺がカムロ町の中を走って逃げる。あんたは俺を追いかけて捕まえることができたら賞金を払うってことだ。なるほど、それで捕まえてみろやか。甘く見ない方がいいぞ。逃げるよりも捕まえる方が数倍難しいんだからな。あれ、満腹チェイサーの時みたいなやつか。そうか、大変だな。やればわかるさ。俺たち兄弟に何かけてあんたを潰させてもらう。
これめんどくせんだよな、マジで。逃げてみる屋の時えげつないぐらいめんどくさかったんよ。マジで、俺切れまくってたからね。挑戦第1回1万円、捕まえることができたら賞金10万円だ。できないと思ったら逃げていいんだぜ。無理に挑戦しようとは言わん。捕まえたら賞金10万円か。そうだな。あ、まあお金はいっぱいあるからやろうか。わかった、挑戦してやろう。そんなこわもてでそんな生きっといて捕まえてみる屋やってますって恥ずかしくないの？うぬぼれるのも今のうちだ。挑戦第1万円は前払いでもらうと文句はないだろうな。あ、いいだろう。ほら、これまた難しかったらやだな。よし、OK だ。カムロ鳥獣を逃げ回るから捕まえてみな。制限時間内に俺を捕まえられたら賞金10万円だ。俺を捕まえることができたのはまだいて、まだいねえ。あんたが最初の一人になるか、勝負だ。また面倒な、また面倒なものをタックルしろってことね。バグラ終わりだ。3回目のチャレンジですね。ムカつくわ、ほんまに。俺の勝ちのようだな。やるな、あんた。弟たちが負けたってのも納得がいった。賞金の10万円だ。ほら、持ってけ。10万円受け取った。まあ、3万円で10万円になったって思ったらまあ、やろう。すまないな。一つだけ聞かせてもらえるか。あんた、どうしてこんなにも強いんだ。さあな、負けるのが嫌いなだけだろ。それなら俺もいつかあんたが簡単に勝てるかもなめんな。俺も殴られるのが大嫌いだからな。あんたに、絶対にあんたに追いついてみせるからな。それまで誰にも逃げられずに逃げ切るんだぜ。俺たち兄弟はまた修行の旅に出る。今度会うときはぶっちぎってやるからな。それじゃあやばいよ。二度と会いたくねえわ。二度とカムロ町に来んなよ。おせえの手に入れた。こいつもなんかサブストーリーっぽいんだよな。どうですかお兄さん、今ならサービスタイムで5000円飲み放題。可愛い子もたくさんいるっすよ。ね、遊んでかないっすか。え、どうしようかな。じゃあ店に案内させようか。いいだろう、お前に店に案内しよう。ありがとうございます。ありがとうございます。それではこちらにどうぞ。おい、こんなところに店なんかあるのか。ああ、あるわけねえだろ。お前が金持ってそうだから連れてきたんだよ。おいおいおい、あっさりついてきた自分が悪いんだからさ、サクッと刈られちまいな。普通に普通に貫いちゃった。ごめん。3回切られる方が気持ちいいだろうに。すいませんでした。喧嘩売るなら相手を見極めてからにするんだな。はい、気をつけるっす。これで勘弁してください。5万円安いな。終わり？終わったんだか？すいません、ちょっといいですか？はい。なんだ？つかぬことをお伺いしますが、口は硬いですか？難しいこと聞くね。口硬いかって聞かれるとめっちゃ難しいよな。秘密は守る方ですよ。そうだな、秘密なら守る方だ。まあ、お漏らししたらまずいようなことをいっぱいしてきたもんね。そうですか。いや、実に口が硬そうな顔をしていらっしゃる。バカにしているのか。いやいや、嘘じゃありません。本当にそう思ったんです。で、いきなりなんだ。あなたのような口が硬くて屈強な方にぜひお願いしたいことがあるんです。お願い？女優の高橋真希子をご存知ですか？知らないですね。海外の映画賞でも主演女優賞を獲得している日本代表する女優なのですか？いや、あいにく知らないが、その大女優がどうかしたのか。はい、高橋は夜の大の夜遊び好きで、自分でカムロ町の女王を名乗るほどでして、毎日のようにこの町でお酒を飲んでいるんです。何か問題が？最近ではこのホストクラブのナンバーワンと仲良くなりまして、今日は自宅で一緒にお酒を飲むとか。高橋も大人ですから恋愛は自由なのですが、さすがにこの大事な時期にワイドショーなのにデート写真を撮られるわけにはいかなくて。タクシーに乗りさえすれば安心ですので。ボディーガード的なことをしろって。公園前通りのタクシー乗り場まで高橋とホストをガードしてもらえませんでしょうか？当然ですが報酬もお支払いします。いいよ。わかった、2人をガードすればいいんだな。お願いします。このところ毎日パパラッチというゴシップ専門のカメラマンが彼女を追いかけ回しておりまして。あーはーはーはー、ほらあそこにいるでしょ。おースタンバイがスタンバイバッチリだね。あ、カメラを構えた男、あれがパパラッチどもです。高橋とホストの2人が並んで歩いてる写真を撮られる前にパパラッチども追い払っていただきたいんです。パパラッチどもはいろんなところに隠れているので注意して探し出して追っ払ってください。
カメラマンを探し出して追い払えばいいんだな。はい、よろしくお願いいたします。それでは高橋を呼んでまいりますので。あなたがパパラッチ追い払ってくれるの？うん、よろしく頼むわね。ポストズラかそれ。しっかり頼むよガード君。マキちゃんは僕の大事な人なんだからさ。刺そうかな。うまくいきましたら俺はたっぷりしますから、ここは我慢してください。お礼たっぷりね。では私は先に行ってタクシーを確保しておきます。じゃあよろしく頼むわ。くれぐれもあいつらに写真なんか撮らせないようにね。やれやれ、とりあえずあいつ追い払うか。いやもうダメでしょ。はいはいはい。おい、何の写真を撮っているんだ？あ、いえ、それはその…写真を撮られたら困るんだとよ。悪いがどっかに行ってもらえないか。あ、はい、どうもすみませんでした。怖いだろうな、こんな白スーツのおじさんに話しかけられたら。こんなもんか。これを繰り返していけばいいんだな。やるじゃんガード君。その調子でタクシー乗り場まで頼むわよ。写真を撮られる前に隠れてるパパラッチを追い払ってちょうだい。はい、こんにちは。おい、何が高く売れるって？なんであんた、文句でもあんのかよ。勝手に写真を撮るんじゃねえ。いいからどっかに行け。覚えてやがれ。悪いな、写真撮らないでもらえるか。なんだよ、俺はジャーナリストだぞ。報道の自由ってのがあるんだ。俺も撮らすわけにはいかなくてな。今日は帰ってもらえるか。ち、わかったよ、ふざけやがって。こんにちは。悪いな、写真はお断りしているんだとさ。くそ、3日も張り込んだのに。だったらまた明日来るんだな。今日はこれで終わりだ。やべ、お前か最後は。お前さっきも見た顔じゃねえか。あ、いえ、やっぱりその。写真を撮られたら困るんだとよ。悪いがどっかに行ってもらえないか。は、はい、どうもすいませんでした。もうタクシー乗り場だと思うけど。あ、オッケー、これでオッケーか。写真は撮られなかったみたいね、ご苦労様。はい、しっかりとガードいたしましたから。そうだ、これあげる。あなたのいい人にプレゼントするといいわ。イタリア製女性用香水。なんか最近こんなんばっかもらうな。落ち物がいっぱいだ。あ、まあ強化ガラス片はいらないかな。マネージャーとはよろしく。明日の朝迎えに来てね。おお、よろしくするんだな。女優抱けるってなったらホストもテンション上がるだろうな。本当にありがとうございました。なんとか写真撮られずに済みました。これお約束のお礼です。少し多めに包んでおきましたから。ああ、成功報酬なのかな。10万円。ああ、まあ嬉しいですね。くれぐれも高橋とホストの件、他言無用でお願いいたしますね。ブログに書くか。典型ブログに。ではまた何かありましたらよろしくお願いいたします。経験値も多めだったりする？頑張ったよ。経験値はおお、結構もらえたな。やったぜ。怪しい男。コンビニを狙うなら七福通り M ストアがいいか。なんだ、強盗か。あそこなら人通りも少ないし、大通りに近いから逃げるのは簡単だしな。M ストアに行った方がいいってことですか、これは。七福通りの M ストア、何かあるのか。今の情報だけで首突っ込むのマジでやばいよな、この人。ここだよな、七福通りの M ストアって。あれ、カムロ頂点。あれ、ここじゃないのかな。あ、ここか。あ、ここだ。おーおーおーおお。いらっしゃいませ。目出し帽。おい、古風だね。古風な強盗だ。おい、金を出せ。命が惜しかったら早くしろ。俺いつも思うんだけどさ、コンビニって絶対間違ってるよね。コンビニ強盗ってさ、絶対そんなに金ないやん。どうせなら金あるところを入りたくない。キャー、強盗。すぐにお金なら出しますから。ひー、そうだ、早くしろ。レジにある金全部出せよ。路面店のなんかね、なんて言うんですか、時計屋さんとかそういうのの方がよっぽど確率あると思うけどな。あ、なんだてめえ、やられたいのかおっさん。仕方ねえな。それで応じてくれる強盗も強盗だな。いい加減にしろ。これ以上やったら刑務所行きだぞ。いや、もう行きだよ。俺はもうこうするしかねえんだよ。調子乗ってると殺すぞ。はいはいはい。まさか日本刀で切られるとは思いもしなかっただろうな。なんだよこいつ。諦めろ、自首すれば軽く済むぞ。俺はあいつのためにも警察にだけは捕まるわけにはいかねえんだ。いやいや、そういう事情とか知らないから。いいから警察に行きなさい。あいつのため、聞いちゃうんだから。どけ。お、何、まだ続くの。あの犯人はどうなりましたか。
すまない、逃がしちまった。レジの店員に怪我はなかったのか。はい、お金は取られませんでしたし、怪我も。あ、犯人追わないと。警察にも連絡しないといけないといけないし。厚かましいお願いですが、あの強盗犯を捕まえてくれませんか。お願いします。あの強盗、事情があるみたいだったな。よし、ここは。まあ、追うでしょう、そりゃ。わかった、任せておけ。どうも。ありがとうございます。俺はさせてもらいますから、よろしくお願いします。そりゃ追うでしょう。さっきの強盗は俺が追ってやるから、お前は早く警察に連絡しろ。はい、すぐに110番します。もう姿が見えなくなったか、逃げ足の速いやつだ。付近に目撃した人がいないか聞いてみるか。付近に目撃、この人、この人話しかけてみる。こんにちは。さっきそこのコンビニから飛び出してきた男を見なかったか。何？コンビニから出てきた人なら何人か見かけましたけど、どんな男なんですか。確か強盗の外見は黒いジャケット、派手な V ネック、グレーのスーツ。まあ黒いジャケットだったよね。黒いジャケットの男だ。ん？それなら児童公園の方に走っていきましたよ。近場に逃げ込んだな。児童公園か、ずいぶんと近場に逃げ込んだな。こいつか。おい、お前、こいつな、犯人。もう逃げ場はないぞ。こんなところまで浮かけやがって。俺は捕まるわけにはいかねえんだよ。何回切られたら気が済むんだよ、お前は。命を大事にしろ。いたで済むんだ。俺はここで捕まるわけにはいかねえんだ。うるせえな、いいから捕まれ。よしよ、もうこんなことやめようよ。あけみ、どうしてここに。さっき警察の人にいろいろ聞かれたの。コンビニで強盗事件があって捜査してるって。まさかとは思ったけど。俺がやった。でも俺にはこんな方法でしかアケミを幸せにしてやれねえんだよ。じゃあアケミさん、この人やめた方がいいですよ。確かに私には前の男が残した借金がある。でも吉尾がそんなこと心配する必要ないよ。てか、いや、もっといい方法あると思います。何言ってんだアケミ。アケミのお腹の中にいる赤ちゃんはどうするんだ。子供に借金背負わせるバカなんて、バカ親になんてなれるかよ。いや、そうじゃないんだよな。前科ある親も嫌でしょ。きっと働き続ければなんとかなるよ。吉尾が捕まったら私どうすればいいの。もう捕まるよ、ごめんな。あけみさん、父親の名前を聞かれたらどう答えればいいの。無所に入ってますって言いなさい。それはそういうことだったのか。自首を進める。警察に電話する。逃げるように伝える。自首でしょ。警察に電話してもよかったけどな。自首しろ、お前今回が初めてだろう。金も取ってないし罪も軽い。刑務所には行かなくて済むはずだ。でもそれいいな。子供にしたら親に借金があることよりも刑務所にいられる方が辛いんじゃないのか。本当そうだよな。もうちょっと頭使えよ、お前。そうだよ、お腹の子が生まれてくるとき吉尾がいなかったら私。あきみ、私も一緒に警察に行ってあげるからね。わかった。なんかありがとうございました。おかげで決心がつきました。3回、いや違うな、6回切られたって言うなよ、お前。警察にして自首してきます。あんたの言う通り、綺麗な体になってから子供を抱きたいし、いや、前科は消えないぞ。お前がもう綺麗な体になることはない。ありがとうございました。それじゃあ私たちはこれで、いろいろとお世話になりました。というわけだ。そうですか。あの強盗の人もきっと頭じゃ分かっていたんでしょうね。コンビニなんか襲っても借金返せるほどの金なんか奪えないのに、ほんとそうだよ。僕にも小さな息子がいるんで、あの人の焦る気持ちは分かりますよ。ちょっと警察に行って証言してきます。少しでもあの人たちの罪が軽くなるように。いや、犯罪者に優しくしちゃダメだよ、どんな事情があっても。犯罪者は犯罪者だから。これ協力してもらったお礼です。少ないですけど取っておいてください。3万円。店長からお金巻き上げんのちょっと忍びないな。あいつらから金巻き上げたかったな。じゃあ金よこせっつって。それじゃあこれで経験値3000。いやー、まあこんなこと日常茶飯事だからな。強盗なんて探しは毎日起こってるんだろうな。なんかこの人たちに話聞いた後に、私もこの前バッグ取られた。この辺にひったくりが出るんだってね。ルマルシェの中に入って。ルマルシェの中入るの初めてだな。バッグを買うらしいんだけど、ルマルシェの店内綺麗。いらっしゃいませ。あのお客様、実は最近この辺りでブランド品のバッグをばかりを狙ったひったくりが多発しておりまして。はいはい。当店のお客様の中にも被害に遭われた方がいらっしゃるんです。ひったくり。はい、背後にひったくりのグループがあるらしく、実行犯を1人2人捕まえてもなかなか被害が収まらなくて、ひったくりグループ全員まとめて捕まえてもらわないと安心して商売ができませんよ。裏バイトってやつかな。
この辺りでひったくりが出ているのか。というわけですので、当店にバッグをお買い上げくださいました際は、お帰りにくれぐれもお気をつけください。改めまして、本日は何をお探しでしょうか。バッグ、これバッグなら何でもいいのかな。あんま高いバッグ買いたくないよね。いやでも高えな、バッグどれも。バッグこのモノグラムのバッグが一番マシか。じゃあ買おう。それではこちらお気をつけてお持ち帰りください。ありがとうございました。ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。いやー、まあひったくられるんだろうけど。おい、じゃあなおさん、モノグラムのバッグを奪われた。あいつがひったくり犯か。見捨てて買い物して客を狙っていたのか。逃げられたら終わりだな。さっさと捕まえてやるか。で、捕まえてやるかというものの、足の速いやつだ。ピンク通りに入ったようだが、どこで曲がったんだ。いやよ、さっき走ってったの噂のひったくり犯じゃん。なんで追いかけないの。前に私がひったくられたバッグ取り返してよ。そんなこと言われても仲間が出てきたりしたら危ないだろうし。いや実際怖いよな、ひったくり犯追いかけるって。おい、そのひったくり犯はどこに行ったんだ。ひったくり犯だな。天の具クラブで看板のラーメン屋の前で左に曲がっていきました。急げばまだ捕まえられるかも。わかった、絶対逃げ出しはしねえ。相手が悪かったな。ああこいつか。ここまで逃げれば大丈夫だろう。あいつは俺からひったくりをした男だな。早くアジトに隠れないと。あの男しつこそうだったからな。アジトに逃げ戻るつもりか。今あのひったくり犯を捕まえて俺から奪い取ったものだけを取り返すか。それともこのまま泳がせて奴らのアジトに乗り込むか。ここは分かれ目だな。泳がすでしょそんなの。しばらく泳がせてアジトまで案内してもらうか。これは尾行することになるのかな。動き出したか。勝手にやってくれると助かる。あ、勝手にやってくれた。ここが奴らのアジトか。総叩きにしてやりましょうよ。兄貴、ブランドバッグ手に入れましたぜ。ほんとちんけな強盗だとかさ、なんか犯罪者が多いなこの町は。よくやったなって。誰だお前は。お前たちにひったくられたものを取り返してもらいに来た。お前何やってんだ。こんなやつ連れてきやがって。こいつつけてきてたのかよ。逃げ切ったと思ったのに。甘いんだよ、そう簡単に逃げられると思うな。くそー、だから逃げるときは遠回りをしろって言ったのに。お前がひったくり犯の頭か。へ、そうだ。あそこで売ってるブランドバッグはキャバ嬢に大人気なんだな。キャバ嬢にプレゼントするためにブランドバッグをひったくってたんだよ。ちっせーな。おかげで俺たちモテモテよ。気のせいだよそれは。ビバモテモテ。どうしようもねえ野郎どもだな。あんたに悪いが、俺たちをモテモテのために死んでもらうぜ。はい、気持ちいい。モテるより殴られる方が気持ちいいでしょう。半端ねえ。俺たちのモテモテの夢が。懲りないやつだな。なんでもないです。これお返しします。オドグラムのバッグを取り返した。これだけじゃダメだけどね。それとこれ差し上げますんで、もう殴らないでください。キャビアスキンバッグを受け取った。最近こういうの多いんだよな。今回からキャバクラ解禁されるとかそんなんだったりする？俺たちみんなで金を出し合って買ったトラノコのバッグなんで、ブランドバッグです。これでキャバクラのあの子を口説くつもりだったんです。いえいえ、このまま警察だよ。女口説きたかったら自分の力だけで口説くんだな。経験値3000。安いな。安いイベントだったな。てかあの人たちの奪われたバッグ、取り返してあげなくてよかったのかな。セレナの前にね、困ってるおじいさんがいるんですよ。ちょっと話しかけてみようか。ずいぶん金がかかったリフォームだったが、あんな大金払えるわけがない。なあ、あんた、この辺にある足元リフォームって建築会社知らんかの。足元リフォーム、どこだ。足元リフォーム、わからんな。床しかやってくれなさそうな名前だな。そうか、住所はこの辺りなんだがの。足元リフォーム、どこにあるんかいの。え、そのけ。え、これはどうすればいいんだろう。あー、なるほど。あ、キリュウさん、ちょうどよかったわ。店の食材が切れちゃったんで、ちょっとそこまで買い出しに行きたいんだけど、ちょっとお店見ててもらえないかしら。店番か。え、引き受けましょう。構わないが、大したことはできないぞ。
今お客さんもいないし、桐生さんが店番してくれていたら警備面では申し分ないからね。もう用心棒だよね、完全に。分かった、すぐに戻ってきてくれよ。それじゃあお願いするわね、すぐに戻ってくるから。まあ何か起こるんだろうな。本当に客が来ないな。まあ真っ昼間だしな。客か？あのお店のマスターさんですか？出た、足元リフォーム。私、足元リフォームというものです。当庁の方から来たんですけど、亀野町の老朽化したビルのリフォームを手掛けているんですよ。いやマジでこういうやつらいそうだな。足元リフォーム、どこかで聞いたな。このビル古いですよね。築何年ですか？耐震構造建築してないでしょ。俺に言われてもな。まず心配なのはシロアリですね。え、これってだってあのテナントの人に言っても仕方ないことでしょ。ビルの持ち主に言ってくれよ。基礎の検査してもいいですか？いやすぐに済みますから。シロアリだと？このビルは鉄筋のはずだが詳しいな。シロアリ検査させる。いえ断るでしょこんなの。いや、いい。このビルは鉄筋だ。基礎をシロアリが食うわけないだろう。え、あ、そうでしたか。別のビルと間違えちゃったかな。それじゃあ水回りはどうですか？雨漏りとか水道管とか。足元リフォームって割にはいろいろやってくれようとするな。水回りの確認してみてもいいですか？いや、すぐに済みますから。水回りか、最近改装したばかりだが。断る。バカ言ってんじゃねえよ。いや、いい。この店は最近改装したばかりだからな。水回りも大丈夫なはずだ。え、あ、そうですか。まあそういうなら。最後に火災報知器なんですけど、ちゃんとついてませんですよね。ただちゃんとついてませんよね。テレビでも言ってますけど、義務化されたんです。火災報知器をつけないと罰金ですよ。それに火事になるといろんな人に迷惑をかけることになりますからね。火災報知器か、昔からついていた気もするが。え、断る。いや、いい。このビルには火災報知器がついているはずだ。そうですか。だったらいいんですけど。もういいだろ、検査なんてしなくていいからさっさと帰れ。なんだお前、人が親切で来てやってるのに何もさせねえで追い返すつもりか。態度変えすぎだろ。下手に出たらいい駅になりやがって。下手に出ろ、お前らはリフォーム工業者なんだから。礼儀っちゅうも教えたろか。これ教えてほしいもんだな。表に出な。ああ店開けちゃった。いろんな意味で後悔させたらボケが。はいはいはい、一人。はい、二人。まだやるかい？なんだよ、あんた。お前らもうくだらねえことするなよ。すんませんでした。さて、店番を続けるか。あ、まだあんの？いや、ちょうど帰ってきたか。ただいま、お客さん来た？いや、今ちょうど近くの飲食店のオーナーさんから聞いたんだけど、最近この辺でリフォーム詐欺が多いんですって。シロアリとか火災報知器とか言って。ああもうない、怒らないと思いますよ。切ったんで2人。今の人たち作業服着てたから、そのリフォーム詐欺なんじゃないかと思ってドキッとしちゃった。何かあったの？ああこれママ1人だったらどうだったんだろうね。あ、ママは強そうだから大丈夫か？いや大したことはない。そうだったらいいんだけど。じゃあこれバイト料、なんだかお世話になったみたいだから多めに入れといたわ。え、ただで店番してもらったんじゃ申し訳ないからね。いやでも俺はここにいただけだ。いやそんなことはないでしょ。それに世話になってるママから金をもらうなんて。私のプライドが許さないの。私こう見えても神室町の女だから、ちゃんとお仕事には対価をお支払いします。おお、しっかりした人だな。ほらいいから早く受け取ってね。ああ、それじゃあもらっておくよ。さすがママだぜ、5万円ありがたい。また何かあったらお願いするわね。桐生さんなら安心して任せられるみたいだから。ちゃんと、いやなんか察してるんじゃないかママは。リフォーム詐欺から守ってくれたことを。だって切ったからね、2人ほど。やっぱりあのリフォーム工事詐欺だったんか。ああさっきのじいさん建築会社を探してたよな、見つかったか？ああ実はわしはその会社にリフォームを持ちかけられ金を騙し取られていたんだが、ついさっきその会社の社長が警察に逮捕されたらしいんだよ。逮捕？何かで作業員が怪我をして入院したらしい。切ったからね。それが原因で身元が警察に呼ばれて捕まったそうじゃ。ざまあだな。そうか、それでじいさんの金は戻ってくるのか。ああ警察の話はちゃんと返ってくるみたいじゃ。これで老後も安心じゃよ。どんだけ使ったんだ。しかし誰があいつらを病院送りにしてくれたんかの。いやいや助かったわい。あいつらは捕まって、キリュウちゃんは捕まらないんだな。日本刀で2人ほど切りつけたのに。通り魔でしょもはや。さっき、あれあれ、なんか
ロッカーの鍵は見えてたんだよな。よいしょ。コインロッカーの鍵。ああ、まだもうちょっと近づかないとダメなのか。よいしょと。おい。ゲット。じゃあ次のサブストーリー行こうかな。寿司銀お邪魔します。ではこちらへどうぞ。何食べようかな。よろしい。おにぎりでしょう。今日はマグロのいいところが入ってますよ。赤身トロ、カマトロの炙り。マグロで行ってきますか。あ、じゃあマグロでお願いします。うまそうだな。マグロ握ってくれ。はいよ。じゃあマグロ尽くしでいきますね。いや、別にマグロばっかり食べたいわけではないんだけどな。あ、なんだこの人。今日のマグロは本当にいいマグロだよ。いや、私が仕入れてきたんだけどさ。何釣ったの。ああ、よっから失礼。私、沢田と言います。ああ、マグロのプロっていうか、水産会社を経営しているんです。マグロを好きそうな人を見ると黙ってられなくなっちゃいましてね。すいませんね、いきなり話に入っちゃって。構わない、気にしないでくれ。いやー、しかしあんたがマグロ好きそう、あんたマグロ好きそうだよね。言わなくても私はわかりますさ。俺、マグロってそんな好きじゃないんだよな。圧倒的サーモンが好きだから、サーモン派なんだよな。マグロが好き、特に赤身や砂釣りが好きって人は、硬派の面構えって決まってるからね。めちゃくちゃ決めつけるじゃん、なんだこいつ。そういうもんなのか。でもね、マグロが食べられるの今のうちかもしれないんです。なんで絶滅するの、マグロ。どういうことだ。海からマグロがいなくなっちゃうの、なわけあるか。偉い学者さんが言うには、今の調子でマグロを取りすぎてると近い将来マグロがいなくなるって言うんですよ。ああ、養殖も成功しつつあるしね。そういえばニュースでそんなことを言っていたな。マグロは食べたい、だけどマグロは取っちゃダメ。どうすればいいんだよって話でしょ。我慢しろよ。確かにそうだな。そこに救世主の登場だ。マグロの養殖聞いたことあるでしょ、ニュースとかで。もうなんか普通にやってんだっけ、マグロの養殖って。いや、知らないな。ちゃんとニュース見ないとダメだよ、うるせえな。マグロって海の宝石って言われてるんだからさ。ねえ大将、そうだよね。寿司屋もマグロが切れたらのれんを下ろさなきゃいけならないですから、マグロが宝石ってのもわかりますね。まあ、マグロの置いてない寿司屋はないだろうしね。ねえ、ねえ、そうなのよ。これからはマグロの養殖、養殖マグロが日本を救うのよ。それでね、私が経営している水産会社もマグロの養殖に本格的にチャレンジしようって思ってるわけ。うちの会社が特許を取った特別な餌があってさ、その餌を食べればたった半年でグーンとマグロが大きくなるって代物。うわー一口1万円から出社を募ってるの。愛称ツナファンド。マグロって英語でツナっていうの知ってた。さすがに知ってるわ。たくさんの人に出資してもらってマグロの養殖場を拡大させて、儲かったらみんなで山分けするってさんだ。どう、ツナファンドに出資しない。こんな美味しい話そうはないと思うよ。うさんくさい話だが、あえて話に乗るか。まあ、少しの出資でいいなら乗れないこともないな。なーに、肝の小さいこと言っちゃってんの。男はここぞって時、バーンって張らなきゃ。中国でも刺身を食べるようになって、マグロの買い付けは進んでるの。漁獲量は減るけど、食べる人は増える。マグロの値段はどんどん上がる。そこでうちの会社のマグロ、養殖マグロの出番、どんどん育てて、どんどん売れば儲かること間違いなし。一口1万円から受け付けるよ。何口出資する？じゃあ100口で。じゃあ100口出資しよう。100口も？これはありがとうございます。ではこちらの申し込み書に記入をお願いしますね。はい、お疲れさんです。それじゃあお金は預かっていきますんで。養殖場の状況はメールで送りますので、楽しみにしててくださいね。じゃあ他にも出資集めないといけないんで、これで失礼しますね。こんなうさんくさい業者と付き合っていいの、お寿司銀。ありがとうございました。またよろしくお願いします。100万円も使っちゃった。ここまでしかまだ進めれないらしいんだよな、7章では。なのでまた次回というか、進めれる時になったら進めましょうか。